日本兵庫県神戸市東灘区、岡本岡本三宮駅新神戸駅岡本駅、明石駅西明石駅鈴蘭台駅西新中央駅、有馬温泉駅神戸市、明石七津岡本は、兵庫県神戸市東灘区の町名の一つで、旧元山村駅の大技であった、岡本の JR 東海道本線以北に基づいた区域である。平成27年国勢調査における、 世帯数は四千五百八十八、人口九千四百七十五で内男性四千二百九十一人、女性五千百八十四人。北は、聖山で、未だ住居表示未知市地区の元山町岡本、北東の天井川上流や渡谷伊藤が、元山町田辺、東は、旧田辺、北端、工事、中野各村域に基づいた本山北町、南が、田中町、 南東が、本山中町、西が、旧、のより村域に基づく西岡本。一丁目の旧自慢パイには、古墳時代前期の前方公園墳、ヘボソツカ古墳があったが、今は、石踏みが残るだけで姿を止めていない。五丁目には、水上勤の小説、桜森のモデルとなった、笹部慎太郎の邸宅跡を公園にした、桜森公園もある。歴史ある。 高級住宅街が連続する阪神館の中でも代表的な位置にあり、駅周辺は豪壮なる邸宅建築が多く、神戸市内の住宅地で最も地価が高いとされる。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、岡本2丁目9-26の,の地点で48万2000円平方メートルとなっている。兵庫県内で、 最も地価が高い。岡本とは、旧、本山村時代の大技ざ岡本であり、明治の大合併以前の岡本村のことである。新神戸の町名では、岡本という地名は、安久漁の宮のある丘の下という意味と推測している。岡本は、古来、梅林の名所として知られ、梅は岡本、桜は、吉野、みかん木の国、栗丹波と歌われた。 山本梅外の岡本梅林記に、橋場秀吉の来訪が記されており、完成十年には、説明書税に岡本梅林の図が登場するほどの名所であった。明治維新後は、国学者、大国高正が、岡本の梅と聞きつけてみれば、梅の中なる岡本の里と絵じているように前村の、括弧に、梅の木を植え、増田太郎へ門所有の3ヘクタールの梅林を、はじめとして、 相当広い範囲にわたっていた。明治30年頃から、完売駅に旧国鉄が臨時停車駅を設けるようになり、明治38年に開通した阪神電車が、青木停留場を設けるに至り岡本の完売は、阪神館における年中行事の一つとなった。兵骨の俗用でも、梅は岡本、桜は幾田、松の良いのが港川と歌われた。しかし、 昭和13年の阪神大水害により、岡本周辺の山が崩れ梅林の大半が失われてしまい、残った梅の木も神戸大空襲で消失し、岡本梅林の名声もすっかり失われてしまった。聖事の面影は現在に残らないが、かつての梅林を忍び、昭和50年に安倉神社境内に安倉梅林が植樹され、同56年には岡本六丁目に、 岡本梅林公園が作られた。昭和48年6月1日に住居表示実施に伴う町名整理が行われた。詳細は、下表の通り。国土交通省地下工事、都道府県地下調査神戸館神壁紙写真集、神戸岡本梅林、岡本公園の梅の花、神戸市、東灘区区の紹介。ありがとうございます。